あ、猪小槌なんか、うん、なんかこの辺にいっぱいついてる。あ、ほんま、じゃあゴロンゴロンしてきたんや。そうそう、なんか首触ってなんかついてるよ。ゴロン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 してきたんね。この辺、この辺、うん、こっち、はい、よかった。はいはい、その辺ついてない首に。うん、違うか。うん、もうないね。あ、そう。あ、うん、ちょっと、あ、ここら辺、下半身についてある。ここら辺、下半身。さっちゃん、もう全体にちょっとずつついたんだな。さっちゃん、さっちゃん、さっちゃん、さっちゃん。はい、おかえりなさい。ちょっとおかえり。おかえり。おかえり、どこ行ってたの？草むらやな。草むらでゴロンゴロンしてきたんやな。うん、ちょっと、なんか首を外して。よいしょ。雨もやんだし。やんだし、本当に。美味しい料理を作るからね。またやって思ってる。ね、今日は何ができるかな。美味しい料理ができるよ。沢村貞子さんの料理ができるさちゃん。どんなんやろな。美味しいキュウリとオイルサーディンのサンドイッチができる。楽しみよね。ここついてないかな。あ、ちょっとついてた。うん、はい、あと甘酒と里芋の味噌が入るからね、今日はね。そう、もうええ加減に覚えてる。食欲だけじゃなくてるか。何より食欲なくなったらな、やっぱりあかんわな。まさか、やっぱなんか食べたいとかそういう気があるってことは違うわね。健康のあれやね。私も全然何も食べたいことなかった時ある。何か食べたいとか思うだけでね、うん、元気が出るよね。何かな。そう、一緒に作れるからいいわ。本当やな。なあ、本当。それが楽しいや。面白いけど、里芋とあの甘酒のあれにはこの間は味噌入れなかったから、うん、もう一回やり直して。やり直し、やり直し。お味噌入れてね。うん、その味を知らない私。美味しいよね。さっちゃん知ってる？さっちゃん知らん。さっちゃん食べてない。見てるだけやね。めちゃくちゃ尻尾がクニクニしてるわ。何、うん、やろこの尻尾。いいのか悪いのかどっち？まあ、悪いことないか。そんな不機嫌、うん、もうバタバタ横にこうしてるとあれかな。うん、ちょっとどうなんかしら。怒ってる。なんかちょっと耳が、うん、イカ耳や。ちょっとイカ耳っぽい。いや、さっちゃんこれ食べとき。これ。朝から食べへん。朝から食べたらへん。朝から出したけどね。食べたの？朝ごはん食べたけど。ちょっと追加であげたけど食べやんな。そんなことあんの、さっちゃんが食べる。あるある。煮干しも食べない。煮干しはいらんって言って。ウェットフード食べたよ、昨日。あるよ。うるさくなって、うるさがたいなってきて。これ出してくれる。これ食べとこう。これ食べとこう。はい、これチュール。チュール、かつお節のチュール舐めとこう。はい、ちょっとこれ入れとこう。ちょっと中断してやるわ。いいよ、さっちゃん。さっちゃんの時間やん。さっちゃんが帰ってきたから。言うことなしとかも。本当だ、うん、そうや。あ、チラシ寿司も美味しそうや、ね、のチラシ寿司。何のチラシ寿司？いや、なんて書いてへん。チラシ寿司しか書いてない。あ、そうなん。チラシ寿司とおすまし。うん、うまく食べる。チラシ寿司の元はあるよ。いい、もう今日はそれでいいです。こだわらないやつ。このエビもチラシ寿司も持ってもいいかもやけどね。あー、ちょっとはね、多すぎたら、多すぎひんやんな。多すぎないけど、ちょっと今はのけてもいいぐらいだと思う、うんうん、結構薄めの甘酒やね。そうやろ、うん、普通のサラッとしてる。そうそう、だから飲むようやし。そうやの。だからもう一個開けてもええと思うんだけど、そう、でも大丈夫。
する甘酒で。パンで甘酒パン。ああ、ほんまやな。全然違うやん、あれ。あれと。うん。私が前買ったのはな、これじゃなくって、こんなビニールに入ってて、それは甘かったよ、すごく。そうなんだ、うん、甘すぎたから、うんうん、飲んだ方がいいかなと思って。食べたかった。うん。でも、まあ、いろいろ、いろいろで、うん、サラサラ、サラサラやけど、あの、うわ、美味しそうなお味噌。なんでも美味しそうって言って。なっちゃん、美味しくなっちゃう。これ舐めて。舐めた。美味しいね。これいろんな人もらってる。もらってもらってて。誰かわかんない。なんかね、なんかね。これね。なんかやってみましょう。料理のやつどっか行っちゃったんだね。どこ行っちゃったの。検査したんかな。検査したんかもしれない。あ、これまだあるじゃん。使ってないから。うん。奥の料理の場合は検査したから、うん、これに味噌適当に入れて。うん。これに。うん。で、ただ混ぜたらいいんだもんね。そう。もう混ぜて、これももうこのあの汁なんかいらんから。あ、そっか。そうや。うん。今日味噌。混ぜる？両方する？あ、これいい？それが貴重なお味噌じゃん。貴重なお味噌じゃない。普通の味噌やで。いいかしら。どうぞ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 。そんな聞いてもらうの。もうお任せします。これは30g だけど。ごちそうさま。もうないよ。ごちそうさま。お味噌です。これはこのまま